皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。霊夢、この前、割と田舎の高速道路を走っていたら、貴族が住んでいそうなお城みたいなホテルがたくさんあったんだぜ。それはきっとラブホテルね。最近は割とスタイリッシュな作りになっているけど、特に昭和の時代は田舎の方じゃなくても、奇抜な作りのものは多かったわ。そうなんだな。昔のラブホテルへは行ったことがないからかなり気になるんだぜ。じゃあ今日はその昔の昭和の時代に流行った、ラブホテルの特徴などについて見ていきたいと思うわ。それは楽しみなんだぜ。しっかり頼むぜ。それではゆっくりしていってねー。まず特徴的なものとしてその外観ね。貴族が住むようなお城風のものもあれば、日本の江戸時代の将軍様が住んでいそうなお城のようなホテルもあったわ。そうなんだな。高速道路なんかを走っていて子供にあれなーに、と聞かれた親はちょっと困るんだぜ。あとは昭和のいかにもいかがわしい感じをあえて前面に出したような外観や、UFO の形をしたものや、港近くなら船をモチーフにした外観など様々であったわ。そうなんだな。今だと割と目立たないような、シックな作りをしているところのが多い印象だけどな。昭和の時代はとにかく奇抜であったんだな。そうね、昔はスマホも SNS もなかったし、とにかく目立っていた方がお客にはわかりやすく、利用しやすかったかもしれないわね。あと今だと規制により、あんまり卑猥な印象を与える外観にはできないかもしれないわね。確かにそれはありそうなんだぜ。景観を壊す作りとかは規制の対象になりそうなんだぜ。次に昭和のラブホテルといえば外観ももちろん特徴的であったけど、部屋の中もかなり奇抜であったわ。今のラブホテルでも部屋の中はなかなかの非日常を味わえる作りなんだぜ。マリサは今のラブホ事情になかなか詳しいのね。まあ、いろいろと、ネット情報なんだぜ。それで内観はどんなものであったんだ。まず一番有名なのは回転ベッドね。ベッドが回るのか、そういうことね。回転ベッドが全盛期だったのは1974年頃。団塊の世代の方なら、知らない人はいない?というぐらい有名だったわ。昭和の時代の回転ベッドはかなり主流であったということだな。ラブホテル、目黒エンペラー、が、関東で初めて回転ベッドを設置して、そこからブームに火がついたらしいわ。暴走族みたいなホテル名だな。そういうのも昭和の特徴か。言われてみたらそうね。今だとちょっとダサい名前も多かったと思うわ。ロマンスとかクイーンとかありがちね。なるほど。ちょっと時代を感じさせるネーミングなんだぜ。あと当時はいろんな面白回転ベッドがあったわね。天井まで回転しながら上がっていくものとかあったわ。回転しながら上がっていくと何か楽しいのか。そうね、回転しながらそのような行為に及ぶと興奮するんじゃないかしら。カップルだったら何をしても面白いかもしれないな。でも最近は全く見ないんだぜ。ラブホテルで回転ベッドを見かけることが少なくなった理由は、落下したり回転に巻き込まれて挟まったりするカップルがいて危険なので、法律で禁止になったとのことなのよ。確かに危険性としては何が起こるかわからないからありそうではあるが、なかなかなさそうでもあるな。新風営法になってから、ラブホテルは旅館扱いに切り替わったのよ。旅館に回転するような動きをするベッドは必要ないということで、回転ベッドが置けなくなったみたいよ。確かに旅館には必要ないかもしれないが、カップルとしては興奮度が半減したわけだな。現在でも風営法に許認可されているラブホテルは存在して、そこには回転ベッドが置かれているらしいけど、1985年以降に建てられたラブホテルには一切設置されていないわ。だから回転ベッドは貴重な存在になってしまったというわけね。なるほどなんだぜ。一度は回転ベッドを体験してみたかったんだぜ。あと回転ベッドではないけど特徴的なベッドも存在して、貝殻を開いた形をしたベッドや、車の形をしたベッド、スペースシャトルのような形をしたベッドなどもあったわ。すごいあの手この手で、お客さんを飽きさせない作りをしていたんだな。あと有名なのが部屋全面が鏡張りであるということね。全面鏡張り。
これはあんまり落ち着かないんだぜ。ホテルによっては天井にも鏡が設置されてあるところもあり、部屋全体が鏡に囲まれているような状態のラブホテルも存在していたわ。これは何のメリットがあるんだ？え？それ聞いちゃう？何かまずかったか？もしかして言わせようとしてるわけ？そんなつもりはないんだぜ。普通の疑問なんだぜ。まずはプレイ中を確認できるということが挙げられるわね。タイヤどのような表情でプレイしているのかを簡単に確認することができるわ。これは言わせたわけではないんだぜ。ただ納得の理由なんだぜ。これは回転ベッド以上の興奮度があるんだぜ。基本的にラブホテルは非日常の空間の中でそのような行為ができるということも魅力の一つだわね。確かに様々な工夫がされていることがわかるんだぜ。非日常、刺激的な言葉なんだぜ。ただこの全面鏡張りも風営法が変わってからは禁止になっているわ。そうなんだな。いろいろな規制が入るわけだな。あと鏡張りで思い出したけど、浴室がガラス張りというやらしい作りのものもあったわ。これはもしかしたら今でもあるかもしれないけど、なかなか恥ずかしいものがあるわね。部屋から浴室が見えてしまうのか？これはお互い恥ずかしいんだぜ。どちらかというとガラス張りで浴室が見えるということではなくて、浴室からテレビが見れたりするということが良かったみたいだけどね。ただ今は浴室にテレビが設置されているラブホテルがほとんどなので、ガラス張りも少なくなっているとは思うわ。そういうことか。ここにもいろいろな仕掛けによる非日常があるわけだな。あと浴室ガラス張りは、かなり恥ずかしいという思いがあるかもしれないけど、それを解消する技があるわ。なんだそれは、裏技的なものか。そうね、その技は、一緒にお風呂に入るということね。霊夢、これはかなり大胆なんだぜ。鼻血が出そうなんだぜ。あとバスルームつながりで、次は変わり種バスタブを紹介しようと思うわ。ベッドに続きバスタブも変わったものがあるんだな。サラダボールバスというものがあるわ。透明のサラダボールのような見た目をしていることから、こう呼ばれているのよ。これはかなり変わっているな。とても面白い作りなんだぜ。しかしよく足を滑らせるということや、経年劣化で曇ることなどを理由に減少して、現在では見かけることが少なくなったわ。他にも貝殻の形をしたシェルバスも人気があったわね。貝殻はベッドに続き、バスタブにも取り入れられていたんだな。あと最も紹介したいのがエアシューターね。エアシューター、なんだそれは。当時はお金を払う時に顔を見られてはいけない、恥ずかしいという思いかはわからないけど、エアーでカプセルを勢いよく、圧縮空気を使ってお金を払うシステムがあったのよ。それはどういうことだ？よくわからないんだぜ。エアーを使った密閉されたパイプにカプセルを入れて蓋をして、スイッチを押すとシュート音がして、カプセルが吸い込まれ、従業員がいるフロントの元へお金が届くシステムなのよ。これはすごい画期的なシステムなんだぜ。もちろんお釣りがあれば同じように、従業員からカプセルが送られてくるので安心なのよ。今のラブホテルは顔こそ見られないが、従業員の体は少し見えるからな。プライバシーからそうなってるのかもしれないけど、昔は完全に顔や体は見えなくて精算して車で帰れるシステムだったわ。これでも、お金払わずに帰るやつとかいなかったのかな。その当時は割とお客さんを信用していた時代ではあるわね。今では考えられないけどね。いろいろな問題があって改良されていったかもしれないな。あとはエンタメ設備として昭和のラブホテルの中には、遊具を設置している客室もあったわ。遊具って例えばどんなものだ？実際に乗ることができたんだけど、メリーゴーランドやコーヒーカップやブランコ、ウォータースライダーのあるホテルなんかもあったりしたわ。あえてラブホテルで乗りたくなる気分もわからないけど、かなりぶっ飛んでるんだぜ。あとスペースシャトルベッドを設置している部屋などは、宇宙をイメージした内装で星空天井などもあったわ。プラネタリウムみたいなんだぜそれは。宇宙空間にいるような感覚になれるから、非日常を楽しむにはぴったりだったわね。この部屋はロマンがあるんだぜ。あと細かいところで言えば今はホテル専用のライターが備え付けられていて、持って帰れたりもするわね。でも昔はそれがマッチであったわ。マッチか。時代を感じさせるんだぜ。ただああいうものは、何かの火種となりかねないから持って帰らない方が身のためね。
そうだな、証拠となるようなものは持っていない方が良いんだぜ。あとこれは入室方法の一つで、ガレージに車を止めて、そのガレージから直接客室へ移動できる、モーターイン方式というものがあったわ。これも人に会わなくて済むというものか。そうね、フロントへ行かないため、誰にも会わず、プライバシーが守られるということで、一部の利用者から絶大な人気を誇っていたわ。でもこれも今ではあんまり見ないんだぜ。実はこれも、法律によって制限されてしまって、新設できないと言われている建て方みたいよ。今では貴重なものになっているわね。ここにも規制があるんだな。住みにくい世の中なんだぜ。あとこれもモーターイン方式だけど、戸建てタイプの部屋になっていて、客室がそれぞれ一軒家のように独立しているものもあったわ。かなり広い敷地が必要なので、数はそんなに多くなかったけどね。そうか、これは東京では無理そうなんだぜ。地方都市にはありそうな作りだな。そして今のラブホテルで言えば全てエレベーターを使用して、さらにホテルの従業員や他のお客さんと一緒にならないような仕様になっているけど、昔のラブホテルは豪華な螺旋階段のような作りのものもあり、階段で部屋まで行くものもあったわ。なるほど、これも少し今では考えられないな。お城を登っていくイメージなんだぜ。以上いろいろ見てきたけどどうだったかしら。今のラブホテルと比べてどうかしらね。雰囲気はやはり昭和のレトロ感があって良いし、システムもぶっ飛んだものも多くて面白いんだぜ。そうね、今のラブホテルもアメニティグッズや、食事も充実していてかなり過ごしやすいけど、昭和のラブホテルにも過激な良さはあるわよね。そうだな。ラブホテルって本当に非日常を味わえるし、下手な旅行よりも面白いかもしれないな。今日も昔話が聞けて勉強になったんだぜ。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。